バブルの話をしたいんですがバブルの話をする前にアメリカの話をしないといけませんアメリカがくしゃみをすると日本が風邪を引くというぐらい日本とアメリカの経済が密接という話をしたいんですねまあ アメリカの都合で日本がバブル経済に至っちゃうんですがそのアメリカ自体の話をしたいと思いますアメリカが1980年代前半に双子の赤字で苦しんでましたよと双子の赤字っていうのは貿易赤字と財政赤字ですで貿易赤字っていうのは日本から低燃費者をバンバン輸入しちゃいましたよとでなんで低燃費者を輸入したかというとまず1点が日本の 自動車の品質がいいと。1973年の第一次オイルショックを受けて、日本のエネルギー自給率は極めて低いと。上に省エネや低燃費車が流行ってと。で、79年に第二次オイルショックがあって。で、この第二次オイルショックって79年だけにあったわけではなくて、その後、イラン・イラク戦争があって、石油の値段は結構高止まりするんですね。第二次石油危機からイラン・イラク戦争が展開してですね、石油の値段が上がると。 ということで、低燃費車日本車の需要が高まると。安倍車は、まあ、立体資料でしか進みませんから。で、貿易赤字の理由、他もあって、円安が続いてると。 円安継続ってどういうことかというと、通常ですね、輸出が続くと。例えば、日本からアメリカに自動車の輸出が続くと。そうすると、アメリカは日本にドルで支払うと。日本は、円に変えて税金を払ったり、円に変えて従業員に給料を配ったり、円に変えて株主に配当を渡さなきゃいけませんので、ドルから円に変わるわけですね。つまり、円の人気が上がって円高になると。と円高になると、貿易不利になるので、ここで貿易が均衡になるはずなんですよ。 ところが、均衡しなかったと。で、なんでかっていうと、理由は、日本は確かにアメリカに自動車輸出して、確かにドルを受け取るんですが、この受け取ったドルで、アメリカの連邦債を買うんですね。アメリカ国債を買います。結果、ドル高が続き、結果、円安が続き、輸出有利の 状態が継続してしまうと。なんでアメリカは国債を売るのかっていう話なんですけども、これはテキスト財政赤字のとこで、当時1980年代第2の冷戦で、米ソが ICBM、長距離核ミサイルの開発にしのぎを削っていた。特にアメリカは当時スターウォーズ計画って言って。 まあ、ハリウッド出身のレーガンらしいスターウォーズ計画によって、かなり軍拡を進めていたと。そのために、莫大な政府予算が必要で、それを国債の発行によって、連邦債の発行によって賄っていた。で、それを、まあ、日本が買わされていて、結果、円安が維持されていて。財政赤字と貿易赤字、これ、密接な関係がありますで。アメリカの税収も落ちてます。 アメリカの税収が落ちる理由わかかりますかアメリカの主要産業っていうのは軍需と自動車。自動車。アメリカは自動車は本家本元なんですよね。まあ自動車の発明自体はドイツのダイムラーですが、アメリカにはデトロイトにビッグスリーという大きな会社があって、フォード、ジェネラルモーターズ、 クライスラーっていう3社あるわけですね。特にフォードに関しては、どの教科書にも載ってるような大きな会社です。フォードシステムですね。フォード社ですね。T 型フォード。で、そういった自動車会社が、低燃費者の日本車に押されてしまって、全然売れてないと。ビッグ3が儲かってないと。もうデトロイトが廃墟になってると。当然、税金納められませんので、税収も低下していると。 まあ、1985年にソ連側が負けましたって言ってくるんですねゴルバチョフ就任ですねでアメリカも結構ギリギリだったんですねそのギリギリだったの一つがテキストアメリカが債務国へ転落しましたよと貸してる金よりも借りてる金の方が多いよとですで第一産業が主体の場合は債務国の場合が多いですか債権国の場合が多いですか債務国債務国である場合が多いですこれなんででしょうえっと地獄のの通貨の価値が低いから、うん外国の 通貨とかを借りたりし買わないといけない。そうですね。その第一次産業主体の場合、農業でなかなか儲からないと、そんな中でも留学生を送って工業化したいとかまあ、どの国も工業化したいです。新しい機械を入れたいと思っても、自国通貨が人気がないわけですよね。そんな自国通貨をもらったとしても。 キャッサバしか買えないじゃんとか、砂糖しか買えないじゃんって話になるわけですよ。ということで、外国の通貨を借りてきて、その信用になる外国の通貨で留学生を送るとか、機械を買うとか、パテントを買うとかって話になるわけですね。なので、第一産業の場合はほとんどが債務国である場合が多いです。工業国家になってて、で、工業製品っていうのは農作物よりもはるかに高く売れます。作れる国が少ないからです。 ま、言い方はあれですけど、農業っていうのは、誰でもできるというとちょっと語弊があるかもしれませんけども、結構な国がやろうと思ったらできるわけですね。で、工業製品っていうのは高いので、それを売って利益が出ますし、あその工業製品を買いたいっていうことで、その国の通貨が上がるわけですね。通貨の信用力上がります。まあ、通貨が強くなります。工業製品を売って、得た利益をさらに増やしたいと思って、今度は貸し付けるわけですね。その、儲かってない、例えば、 債務国とか農業地域とかなんかに貸し付けたりするわけですね。ということで、この絵が再建国化していくわけですね。アメリカが85年に債務国に転落ですね。で、この債務国に転落っていうのをどういうふうに解釈するかっていう考え方があって、一つは、この1、2、3があって、こっちに落ちたんだよっていう見方があります。こ,こちらに落ちたよと。まあ、農業国になった。 っていう見方ありますけど、んこれ、85年にアメリカが債務国に転落して、農業国に転落したかっていうと、ちょっとなかなかここ、議論があると思うんですよね。で、あれですよね、アメリカが債務国転落して、ここ、農業に戻るのかっていう議論ですよね。で、これは違う見方があって、いやいや、実はアメリカって、もうここまでいってるんだと。もう、金融とかまで行ってるんだと。 で、すごく実はお金持ってるんだけども、この時だけの諸々の事情で一時的に債務国化したんだっていう見方もあるっちゃあるんですよね。じゃあちょっと話を若干変えて、 簡単に言うとアメリカが貸した金よりも借りてる金の方が多いと。で、なんで借りてる金の方が多いかというと、日本がガンガンお金を貸したんですね。国債を買うとか。また、日本の企業がアメリカの会社を買いまくったりとかするわけですよね。日本からすると資本輸出ですね。アメリカからするともう買われてしまっているということで、そのアメリカ経済がまあ衰退している。この時期、 あ若い子分かんないかな何なんでしたっけあの、ハゲた刑事がロサンゼルスで暴れまくる。ダイハードだ。ダイハード分かる分かんない。ダイハードが、あれが、西海岸、ロサンゼルスの日本の会社、ビルでやってるんよね。で、あれがどういう背景があったかというと、あの当時のアメリカ人がすごく日本人を嫌ってるっていう。 ジャパンバッシングですね。まあ、先週もちょっと話したんですけど、日本車が入ってきたアメリカ車が売れないとか、また、日本人がアメリカの会社とかを買い漁ってるっていう状況ですね。で、この双子の赤字を何とかしなきゃいけない、アメリカの債務国への転落、これはまずいぞということで、同85年に大きな動きがあって、それがプラザ合意、それがバブルに至ります。セクション J36-16、双子の赤字終了です。